この剣は友のために。祈ってんのか、光。やめとけよ。んなことに意味があるなら。そいつらは砂の中にいねえ。今頃。祈ってなどいない。ただ、同じ理想を胸に死んだ者たちがいると。この剣は、友のために。時間だ、王子殿。行こう、リツ。ビンなよ、光。そのまま返す。俺は成り上がるんだ。てこんな地べたで死んでたまるかよ。心強いなリツ、進むぞ、布告のために。いざ。今だ。ここからだ。よし。このまま進むぞ、リツ。お。よし。光殿の活躍で敵がひるんだ。今こそ好機です。時は来た。我ら九国が砂漠の覇権を握る時だ。無限殿が率いるのは九国が誇る最強の兵、荒れ狂う風となり南の軍勢を散らしましょう。そして交尾で木をうかがう砂たちが一気に流れ入る。風が開く道を砂が舞うのです。火山、相も変わらず見事な策だ。戦場のすべてを見通すその目、さすがは九国の足よ。ご分。戦に運などない。あるのは弱者の屍の上に強者が城を築くのだ。吹き飛べ、布告の砂嵐よ。下船な南の民どもも力の差を見せてくれよ。うーん、鬼神のごとき強さ。あれが九国の赤き鎧、無限将軍アゲハ。はっ。その程度か、南の民どもよ。
サジ分隊長。光、振り返るな。進め。光、無事か。我らは気高き九国の砂、ひるまず舞い続けるのだ。背中は任されたぞ、光。ではこちらも任されよう。進む。こちらの番だな。ふっ、見えたぞ。どう攻める？やっ！いざ！いや！ほっ！いや！はっ！ここからだ。はっ！行くぞ。やっ！うん！リズ、勝負はついた。無駄に血を流すことはない。光、来たな。あれが敵の総大将。知っていった友のため、負けはせぬ。おのれ、九国、我ら同胞の仇め。行くぞ、見なよ。背中は任せろ。やってやる。ちょっと来な。どう攻める？はっ！はっ！すがる！いざ。もらった。はっ！ここからだ。ああ！せっ！とどめだ。いや！行くぞ。いや、よし。やってやる。ちょっと来な。ここからだ。はっ、おめえ。はっ。やってやる。いや。こちらの番だな。さみだれ切り。どう攻める？はっ！あー！やっ！すがる！行くぞ。
世辞はいい。剣が錆びる。終わりだ。まだだ。はっ、貴様ら呪われし一族に。はっ、兄上。軟弱めが敵に情けをかけるとは、クケの名を汚すな。敵将は討ち取った。勝利だ、兵どもよ。陛下、この栄光を得るため多くの血が流れた。しかしよくぞ勝ち取った、無限光。南が下り、敵はついえた。九国は栄華を極めるだろう。陛下。光よ、よ、兄上、敵将が今はに我らを呪われし一族と。やはり我らは。貴様はクケの純血ではない。気にするな。兄上も聞こえるのですか、あの声が。無限将軍に栄光。その体験により九国は勝利へ導かれました。貴様もよくやった。名を覚えておこう。リツ・ミシオと申します。光よ、貴様は甘い。強き九国にふさわしくない。お前は強えよ、光。敵将を追い詰めたんだ。何を言う、皆の力だ。幼い頃から一度も剣でお前に勝ってね。王子なのに実力で兵の分隊長まで任されてよ。下民での俺から見りゃ、お前は雲の上を歩いてる。リツ、何を言う。俺はずっとお前と共にいる。そうかよ、追いついてみせるぜ。また死に損なったな、光よ。長い戦いだった。失った同士に勝利を捧げよう。共に戦えて光栄だった、雷鳴。我ら名家は九国の槍。おや、もう一人の功労者をお忘れか。忘れぬさ、火山。そなたの策あっての勝利だ。勝利こそ史上の美酒なり。
今宵の酒はうまいぞ、光殿。いや、祝杯をあげるにはまだ早い。戦はまだ続く。それまでは辛抱だ、火山。やれやれ、光殿は相変わらず真面目だな。すべての戦に決着がついたとき、改めて杯を交わすとしよう。ああ、約束だ。光様、今日も精が出ますな。ほっとくと日暮れまで稽古やるからな。許せ、平和な証拠だろ。違いね。光様、俺にも教えてくれよ、剣。いいだろう、棒切れとて抜いたなら容赦はせんぞ。筋は悪くない。次は脇を締めることだ。およしなさい、殿下。下民に剣を仕込むなど。俺の友に何と言った？何が友ですか。下民は腐った飯を当たる国の恥です。同じ国の民だ。侮辱するな、決して。失礼を。うちの領主様をなめんなよ。光様、ありがとう。俺らを大事にしてくれる最高の領主様だ。礼には及ばぬ。民あっての国だ。光様、どうした、月。酒場で喧嘩です。相手は無限様の兵でして、私たちでは。わかった、すぐに行こう。と思ってる。無限将軍の兵隊長様だぞ。戦は終わったんだ。兵隊がでかい顔すんな。
無礼な客らしいな。光様だ、助かったぜ。城を追い出された光王子か。格下げってやつか。王から見放されたな、王子殿。てめえ、言わせときゃ。王はもうご老体だ。勢いは衰え、戦をしなくなった。もうじき無限将軍に王座を譲るだろうさ。分かったら酒をつけ。俺は無限将軍の兵隊長様だ。騒がしいな、静かにしてもらおうか。なんだ、王子殿。騒ぎたいなら、俺が相手になろう。その剣、抜いたのなら覚悟を持てよ。いざ。ここからだ。いや、とどめだ。こちらの番だな。いや。ここからだ。はっ、いざ。いや、まだまだだ。ま、参った。さて、さすが光様。邪魔したな、酒を楽しんでくれ。光様、ありがとうございました。礼など、俺は務めを果たしているだけだ。あなた様が城下町の領主になられて本当によかった。見てください、皆の顔を。ご無沙汰しております、殿下。弁慶？そなたが一人で城下に来るとは珍しいな。何かあったのか？殿下、何も聞かずに西の城郭へお越しください。折り入ってお話がございます。わかった、行こう。それでは西の城郭にてお待ちしております。陛下、なぜ城下へお呼びくだされば城へ伺いました。城では語れぬことだ。光よ、
世は生涯をかけ国を広げてきた。戦いに明け暮れ多くの血を流し、そして悟った。その先にあるものは無だと。光よ、お前は九国に何を求める？友です。共に生き、同じ志を抱く仲間です。私は願っています。争いのない、血の流れぬよう。ジョーカーを任せたのは資質を見極めるためだった。そして見事お前はジョーカーを結束させた。光よ、お前に九国の次なる王を任せたい。陛下、何を。私などふさわしくありません。兄上がいます。無限は欲深い。世のすべてを欲すほどに。あやつの軍に不穏な動きがある。軍の動きを抑え、お前を王に迎える備えをする。考えてくれ、光よ。父上。私も願っております。光様が王となる九国を。俺が。しかし、軍の不穏な動きとは。兄上は何を考えている。状況をつかまねば。探りを入れてみるか。事情を知る者に。
あの男。確か城で重宝している商人だったな。あの男ならば事情を知っていそうだ。ただでは口を割らないだろうが。これでどうだ。九国城の状況を知りたい。城へ物品を運ぶそなたなら。お話できますとも、領主様。しかしそれには私にも危険が伴います。相応の礼はしよう。これでどうだ。さすが領主様、よう知っておいでだ。九国軍に大量の武器が運び込まれると噂があります。兵の話を耳にしました。無限将軍と武器商人が英雄の丘で密会するそうです。無限将軍は やはり話をせねばと。密会があるという英雄の丘へ行こう。これでどうだ。これでどうだ。頼もう。これでどうだ。
これでどうだ。これ、ここからだ。よし行くぞ。ふっこちらの番だな。ごめん、世辞はいい。剣が錆びる。ここからだ。いや、今だ。行くぞ。はまだだ。もののために。こちらの、とどめだ。行くぞ。ごめん。こちらの番だな。とどめだ。ここからだ。よし行くぞ。ごめん。クコクの誇りとともに。いや、とどめだ。ここからだ。会心の槍。よし。まだまだだ。こちらの番だな。ここからだ。さみだれずに。こちらの番、もののために。
行くぞ。はっ、ここ、ふっ、手止め。まだだ。いや、今だ。ふっ、世辞はいい、剣が錆びる。こちらの番だな。いや、行くぞ。さみだれ。まだまだだな。人の気配はない。兄上はまだ来ていないようだな。戦の話が本当であれば、兄上を止めなければ。お呼びですか、陛下。家宝の剣を手にし数百年。クケは砂漠を赤く染め続け、大国となった。栄華とは犠牲を伴うもの。苦の無限よ。お前は苦国に何を求める？力です。力なき無数の弱者は強者が束ね従えねばなりません。それがよ、力こそが全てです。無限よ、呼んだのは他でもない、次期王位についてだ。存じ上げています。
我が弟光に王位を与えられるご意志を。何？陛下、あなた様は老いた。そしてこの国も取り戻してやるぞ。よう、光。俺はあれから兵隊長にまでなったぜ。お前は雲の上から落っこちたみたいだがな。リツ、なぜここに？無限様と武器商人の密会があるはずなのに。か？光、お前は罠にかかったんだよ。あの王は終わった。これからは無限将軍の時代だ。町が始まったか。リツ、そこをどけ。国は動いてたんだよ。王子殿が遊んでるうちにな。無限将軍は布告を変える。で、光、お前は。いつ？俺は成り上がりたいだけだ。だから強い方につく。無限様は約束してくれたぜ。お前の首を差し出せば将軍直属の地位を下さると。そういうわけだ。俺は戻らねばならない。リス、そこをどけ。いいぜ、お前を砂に埋めたらな。リス、こちらの番だな。こちらの番だな。いや、おう。いえ。いざ。ここからだ。せっ！行くぞ。はっ！まだだ。
ここからだ。せい。いえ。いざ。行くぞ。せい。いざ。今だ。いえ。行くぞ。ここからだ。殿 のためにごめん。こちらの番だな。今だ。ここからだ。そこをどけ。いえ。こちらの番だな。使わせてもらう。ここからだ。こちらの番だな。やらせ。いえ。ここからだ。やらせ。くれ。いざ。いや。こちらの。そこをどけ。とどめだ。戦いの最中によそ見か。随分と舐められたもんだ。俺とお前じゃもう格ってもんが違うんだよ。町に戻りたきゃ俺を倒してから行くんだな。不本意だがそうさせてもらう。
騒ぐ。まだだ。せっ、とどめだ。使うぞ。くれ。行くぞ。くれ。いざ。いや、おめえ行くぞ。とどめだ。いざ。せい。いえ。見てる。こちらの番だな。やらせ。いざ。やらせ。俺は勝ち上がるぜよ。行くぞ。そこ。ごめん。くれ。くれ。まだだ。この力は。世辞はいい。剣が錆びる。強い。くそ。なぜお前に勝てない。俺とお前と何が違うって言うんだ。どうした。何を見てる。殺せよ。俺よ。勝負はついた。光。血が流れてんだろ。切り刻めよ、そいつを。黙れ。貴様は。誰と話してやがる。呪われし一族か。行かねば城へ。放ちました。光様、どうか九国をお救いください。その温かな手で。Thank you.
なぜだ、なぜ俺の友を許さん、許さんぞ無限。あなた様は老いた、そして取り戻してやるぞ。あ、光が王だと？あの軟弱に何ができる？光こそ苦国の王たる資質はある。なんだそれは。わからぬ、貴様にはな。少子、自ら剣を捨て安寧に身を隠した王よ。貴様が気づいたものは幻、世が真なる城を築いてやろう。できたか。私が苦国を導いてみせます。血を流さぬ国へと。無限は兄弟だ。国を離れかつての仲間を集めよう。苦国に
弱き王だった。他に志を託すなど無力の極みよ。よこそが絶対の王となる。戦の豪華に世を包もう。我が手で。父上は苦国を戦に染め悔いていた。そして俺を信じてくれた。友と生きる道を。無限、貴様に苦国は奪わせん。父上の意志を継ぎ俺が王となる。なぜ城下に火を放った。彼らに罪はない。だが貴様が死ねば世に歯向かう矢も知れん。目は摘み取るものよ。無縁。貴様少子な愚帝よ。その程度の剣で世に抗おうとは言ったはずだ。武家の名を汚すなと。無限。殿下。弁慶。やつめ。我が兵の包囲を突破したか。殿下、ここはお任せよ。あなた様こそが。陛下はその道を信じられた。そしてこの弁慶、若輩どもにやられはしませぬ。どうかかつての同胞をお集めください。どうか。父上、皆皆の犠牲無駄にはしない。クコクの話聞きましたか。クコクがどうかしたのかい。弟王子が反乱を起こして兄王子と争いになったらしいんですよ。王様が亡くなって兄王子が後を継いだとか。なんてこった。ここんとこ戦もなかったってのに。この地から旅だと。国を離れかつての仲間を集めよう。まずは海を渡り東に向かう。東の学者の都と呼ばれる町
火山がいると聞いた。火山、お主の力が必要だ。待っていろ、九国よ、必ず戻るぞ、我が友達と。